アキちゃん。個別指導塾っていうのは小学生とかなんですか？幼稚園から、大学受験までやってますけどね。なるほど。留学はどちらに？留学は、まあ、一番多いのは大学生の人たちや社会人のまだ20代ぐらいの方たちが海外に行って勉強したりとか。語学とかですか？語学っていうのはあるんですけど、はい、ワーキングホリデーで働いたりとか、はい、まあいろんなパターンあるんですけど、ね、全世界をターゲットにして、まあ、そういう橋渡しをしてる、はい、スポーツに関してなんですけど、ドラゴンズ調子いいですね今年とか。はい、なんかいい雰囲気になってますもんね。まあ、はい、それはいいんですけど、それよりもブルージャーが降格したのもっと悲しいですね。はい、まあ冗談ですけど。すいません。はい、あと、ドルトムントのサッカースクール。こちらも手力ありますよね。そうですね。塾やって、はい、英会話やって、留学やって。次のシナジー何かなって言ったら、今の子供たちっていうのは、はい、習い事で言うと、やっぱりサッカー教室かなっていう。持ってサッカー教室やるんだったらやっぱりしっかりしたメソッドの上に各地域でやりたいなっていうふうに思って、まあ、たまたまその時にドルトムントさんから声がかかったので、はい、一緒にやらさせてもらって。保育園もやってらっしゃいますよね、うん、まあそうですね。やっぱり塾って、まあ、大体小学校じゃないですか、はい、でその子たちにまた塾に来てもらって、ね、つながってますもんね。そうですね。そういうふうになったらいいなと思って、まあ、展開してる。今日僕ホームページずーっと見てきて本当にびっくりしたんですけど、もっとあるんですよね。通訳はノバの先生たちがやるんですか？ノバの先生たちっていうよりも通訳の専門の人たちがいて、大きいコンベンションだとか政府系の会議であったりもやらさせていただいてます。あ、そうなんですか。そんな重要なところのポイントでも、じゃあ英語だけじゃないってことですか？あ、もう、はい、言語はもう何でもやりますね。派遣っていう形ですか？もう雇ってるんですか？いろんなパターンがあるんですけど、まあ、外部にお願いする場合もありますけど、多くは自前でやってます、はあ、あとアプリ。あ、まあ、今そういう時代なんで、まあ、スマホとかアプリとかインターネットの時代ですから。アプリを売るってことですか？いろんなアプリを作ってサブスクでやったりとか、いろんなパターンのものがなので、まあ、英会話といったらやっぱりノバって思っていただけるように、まあ、いろんなサービスを展開したいなと。ノバですもんね。まあそうですね。もうあの CM がもう頭の中にこびりついてますからね、うんはい、あと研修事業、こちらの方はどういう形で？まあ、研修は幅広く観光庁ですとか、まあ、いろんな企業にきめ細かくですね、会見を作って提供してたりとか、観光庁の方々にコミュニケーションの助けとなるような研修をしてるんですね。障害児支援っていうのは何ですか？それは結構いろんなパターンのニーズがあるので、はい、軽度な障害を持った方であったり、いろんなケースに幅広く対応したいっていうふうに思って各地域でスタートしてるんですね。出版事業。出版は、そうですね、本系のものは今どっちかって言ったらデジタル系の、はい、コンテンツになってるんで、そっちの中心にやってますね。いや、すごいですね。これだけ把握できるんですね。まあ、自分で全部やってるわけじゃないんで優秀な社員みんながやってくれてますから、まあ、僕は言いたいこと言って、はい、いやでも僕そんなイメージ全くないんですけど、監督時代にいろいろとご相談させてもらった時には、はい、ほとんどあいいですよっていう感じだったじゃないですか、はい、当時の監督はあんまり間違ったこと言わなかったんじゃないですかね。そしたらそうだと思いますよ、はい、ありがとうございます、はい、最後なんですけど、はい、グルージャを、まあ、僕に任せたじゃないですか、はい、これなんでなんですか？3年間オーナーとしてやらさせてもらったんですけど、やっぱりサッカーの世界でのやっぱプロじゃなかったんで、やっぱり自分が至らないことであったり力不足であったり認識が甘かったりとかっていうのがすごい痛感したんですね。でどうしたらいいのかなってちょっと思った時に、はい、秋田監督はオーナーになってグルージャをこの岩手で盛り上げていったら、県外企業が関わるオーナーとしてやっていくより、
あの県民のみ皆さん喜んでいただけるんじゃないかと思いましたし、当時秋田監督だったら、まあ、その役割を絶対果たせると思ったんですね。はい、なので僕は、スポンサーとして、はい、あの新オーナーの秋田オーナーを支えていけたらチームとしては絶対そっちの方がいいんじゃないかなっていう。いやもう正直言って僕びっくりしましたよ。もうひっくり返りましたね。まあでもやりたいんじゃないかなってもとも思ったので、正直言って稲井社長がいてその下で社長としてやるっていうイメージは持ってたんですけど、オーナー兼社長っていうのはなかなかできることじゃないんで、やっぱり3年間一緒にやらさせてもらってこんなちゃんとしてたんだって思った、まあ、失礼ながら思ったわけですよ。あのやっぱり映像でしか見てなかったし、風貌もこういう感じなんでどんな人かっていうのはあまり知らなかったですよね、はい、でも3年間結構密にコミュニケーションを取ってきて、やっぱりもっとでかい男になってほしいなってそう思ったんですね。それをやっぱりしっかり支えていけば、みんなで僕だけじゃなくてですね、結果チームがそれによって発展していくんじゃないかなっていうイメージができたんで、うん、まあ、それを率直にオファーしたんですね。いや本当にもう僕1ヶ月近く考えさせてもらったんですけど、本当十何人の人に相談させてもらったんですけど、みんなやめとけって言ったんですでもやっぱり責任を持ってウルージャをもう監督としても見てましたし、そういうチャンスっていうものを本当に僕はありがたく持ってますので、散歩よしどころか全部良かったと思うんです。みんなにとって全然素晴らしい話だったと思うんですけど、多分みんなジェラシーだったと思うんですそうですかね、はい、そうですね、はい、いやもうこれからも本当によろしくお願いします。いやこちらこそ、はい、末永く、はい、はい、絶対やりますから大丈夫ですかお願いします。ありがとうございます。みんなで支えていきましょう。今聞かれましたか、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。みんなで支えていきますので、はい、よろしくお願いします。引き続き絶対昇格してください。はい、私は、はい、絶対、はい、頑張りますんで、はい、お願いします。はい、ということで今日はノアホールディングスに行ってまいりました。稲井社長、ありがとうございます。最後に、アキちゃんのチャンネル登録、コメント、高評価、TikTok の無断転載、よろしくお願いします。